疲れ様でした。ありがとうございます。本日は2023年の6月28日ブロンズメダルということで、じゃじゃん、ね、ブロンズメダルメダルですね、はい、歴代この10年間の11年間の3位曲、はい、僕の全曲歌う会っていうのをやって、その年に作った曲全部やって、お客さんに投票してもらって、そのファン投票みたいなランキングをつけるのを、まあ、10年間やってプラス1個遡るのをね、やって11年分たまったので、それの毎年の3位だった曲だけをやるという、はい、こちらになってますね。いやでもこれはでも本当に続けてきたからこそやれる企画ですよね。そうですね、はい、すごいことですよね。このなんか11年分の誰もやってないでしょうね。だってそれをしかもその3位のところ行くというのがものすごくね、こうなんていうんやろ、面白いですよね。この曲がね、なんていうの、毎年その1位の曲っていうのはなんとなく皆さんもイメージっていうかね、つくやろうけど、3位の曲ってなかなか面白いじゃないですか。なんかね、こう、まあ、毎年少なくても12曲とか、多かったら20何曲作る中のやっぱ3位って、結構未だにやってる曲というかね、もう俺今日なんかもコーヒーなんてもうなんぼやってんねんっていう曲が3位だったり ね、そうだからコーヒー逆にだから3位やったんやみたいなのあったり ね、そうそうそう、面白いですよね、本当に。まあこれの後にシルバーメダルがありまして、まあ、今日の投票で優勝した曲がクリアラに敗者復活的にね。いや楽しみ。なんかあるんですかね、そのなんこうブロンズメダル3位になるそのなんか雰囲気だったりとか曲のなんかなんか ね、なんかあるんですかね。僕自身こう、大会まあ、いくつか出て全部準優勝シルバーメダルだったので、なんかそういう面も含めてね、こうちょっと感慨深いというか、で確かに3位っていうのはなんか、で結構もうあの毎年のあれで1位に、ね、優勝する曲って大体こう決まってるタイプなんですよ。で2位も決まってるタイプなんですよ。3位だけ結構バラバラかなって、なんかこう結構いろんな色とりどりの曲がこうね、3位になったんだ。本当を言うと俺は5位からやりたかったんですよ。なるほどね。5位な、何メダルっていうか、ほんまやね、何メダルでもない5位っていうやつ。でも5位ってあの逆にめっちゃ聞きたいわ。逆に ね、うん、聞きたい。もう結構いい歌やっぱあるとは思うね。ある。じゃあそれはだってもうどの歌もやっぱりそれぞれいいですからね、実際ね。年のあれで、ね、M1 じゃないですけど、めっちゃ強い当たり年の時の5位とかは、本当に年が違えば優勝してたかもしれないしとかね。面白い。ね、まあね、なんかこう今も何人かの投票をね。はい。ていただいて、おーみたいな、なんかありますか？ちょっとね、意外にこれかっていうのがあったりはしましたけどね。あ、まあでも全曲歌う会の時の予想をある程度自分もその10年やってきて、なんとなく予想はつき始めてはいるんですけど、今回はもうマジで分かんなくて、リハで歌っても分かんないってなって、だからもうどれが来てもあのそっかってなると思うんですけど、ただこれはないかなっていうのに1位の人がいたから、マジかって思った。ね、これはだから全曲歌う会の時もいつも思いますけど、こうやって本当にお客さん の気持ちって実際聞いてみないと、そのどの曲が好きとかね、わからないですもんね。本当にわかんないですね。で、それをなんか聞き続けるというか、あの皆さんの好きって思う曲がどういう曲なんだろうっていうのをこの、まあ、答え合わせみたいなね、ずっと続けてきたわけじゃないですか。なんかそれって
すごいね、財産ですよね、なんかね。財産ですかね。財産財産です、はい、財産です。急に中国人。財産だなと思いますよね、はい、なんかそのね、なんか私たち長見世側もね、なんかそのやっぱりお客さんの声とかをちゃんと聞き続けるっていうのはすごい大事やなと思うんですよね。だからそれってすごいね、なんかすごいなと思います。それが10年分あるっていうのはね、なんかね、面白半分っていうかね、うん、こう最初はもう全曲歌いますって歌っただけだったり、うん、もう1位、じゃその中で1位だけ決めようみたいな、うん、っていう年がね、2013年14年はあったんですけど、うんうん、なんか15年からツアーでそれをできるようになってっていうか、ね、だんだんそれでこう全国5箇所から始まって、うん、あのやるようになってから、うん、あ、なんかそういうフィードバックの場として面白いなっていうのが全曲歌う会で、ね、なかなかそこから広がり、やっぱりマニアックなイベントだから広がらないんですけど、うん、あの逆に初大徳ライブ見に来ましたが全曲歌う会やった時めっちゃ戸惑うんですよ、うん、代表曲1個もやりませんけどみたいな、うん、でもなんかそこから、ね、ハマってくださる方もいらっしゃるし、うんうん、今回はさらにね、そこからのちょっとうん、っていうイベントだったので、はい、ぜひ配信アーカイブ見てください、ね、見ていただいて、どんな曲で、あのもしかしたら皆さんが、まあね、あの最近大徳と出会っていただいた方なんかは、うん、あの知らない曲もあるかもしれないし、そうですね、ね、なんかいろいろ、うん、あの、で今後ちょっと今日もね、あの初めてかな、来ていただいた方がシルバーメダルの日は決まってるんですかって言っていただいて、まだ決まってないですけど、あの今後ちょっと早急に決めますみたいな、でなんかシルバーメダルもやるし、その後ゴールドメダルでね、1位の中の1位、男の中の男みたいな感じのイベントをするんですけど、多分今日のブロンズメダル見た方が楽しいですね。あのこっから準々決勝、準決勝、決勝みたいな流れで、でこう一曲ずつ勝ち上がっていくので、なるほどなるほど。そうそうそう、いや、いいですね。その時のね、なんかお客さんの感覚とか感情も変わってくるやろし、大徳くんのその時のね雰囲気でまた見る側も。ね、あの時はこの曲やったけど今日はこれかもみたいなこともあるやろしね、面白いですよね、曲っていうのは。本当にで、あの年代を経て変わっていく曲もありますしね、なんかそれはぜひぜひ皆さんにもね、見ていただきたいと思います。今日の配信が2週間、アーカイブは2週間、はい、残りまして、はい、で投票できるのが6月30までにしてます。30までですね、はい、そして7月1日に発表ということですので、はい、皆さんよかったらぜひですね、この編集を店長が頑張らなあかんですね、頑張るというやつです。もうあのノー編集であげる感じでいきます。それでも全然いいです、はい、でそのとにかくね、皆さんに早めにアーカイブを見ていただいてですね、うん、投票をぜひともしていただきたいなと思います、はい、そして、その後のシルバーメダルとかゴールドメダルも楽しみにしていただけたらなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。またもよろしくお願いしますということで、大徳くんはね、8月の20日ですね、まず。そうですね、ワンマンが、はい、バースデーワンマン、年の数だけ歌います。で38歳になるので38曲ですよ、38曲歌います、はい、まあ、あのメドレーありですけど、まあ、しっかり3時間ほど ね、で今年はね、うん、あの福岡で、うん、あのバンドをやってましてね、うん、今めちゃくちゃ絶好調のバンドをやってるんですけど、はい、そのバンドから、ドラムの J ブックと、うん、ベースのウッシーが、うん、京都に駆けつけてくれるので、福岡から、はい、プラスコーラスで、K 君が入ってくれて、うん、ただあの毎年ね、バースデーワンマン、あの J がじゃあサポートに来るって一昨年になった時に、うん、J がコロナの疑いでね、コロナじゃなかったけど来れなかった、うん、で去年は J は来れた、うん、でも去年は J
J と K 君、 K 君が初めてコーラスやるって言ったのに、うん、K 君も謎の高熱が出て、だから今年ウッシー多分来れないんじゃないかなと思って、ちょっと 初参戦の人なんか来れない説が今続いてる、うん、でもウッシー来れそうな気がする、まあ、ウッシーでもね意外とね不幸は今いろいろ降り注いでるけど強いんでね、あの人どんだけ歯が痛くてもどんだけあの怪我しても、うん、ステージには上がってる人だから、ね、なんかあののぶち破ってきそう、その壁をね、なので、まあ、それを期待してですね、はい、今年ね初のちょっとバンドじゃないけど、うん、そのトリオ編成で、ね、あのバスで行うので、ね、ぜひ8月20日日曜日お昼12時スタートですかね、スタート、はい、あのぜひモダンタイムスチケットあと少しでソールドです、はい、ぜひお越しください、よろしくお願いします、ということで本日はということで、ということで、ですね、本日はロックのブロンズメダルブロンドブロンドブロンズかなブロンズブロンズ銅メダル銅メダルでした、銅メダルの回でした、皆さん投票してね、お願いします。